久保さん、マトくん、だいぶなんか、でかくなりましたね <laughs>。あっちゅう間になんか、成長しますね。なんか、この前までなんかね、なんか、バブーみたいな、こんな感じだったような気がするんですけどね。早いっすね。なんかもう、こなんかあれじゃないですか、表情がもうなんか、形になってきましたね。なんか赤ちゃんの顔って、まあみんなあんま一緒じゃないですか。なんか形になってきましたね <laughs>。うん、すごいっすね。うーん。 これ、久保さんが、どうなんですかね久保さんが死んだら、大和くんとこやり合いしてるかもしれないですね。先に久保さんが死んだら <laughs>。どうなんだろうね <laughs>。お、大和みたいなね。親父信じてたな、みたいなね <laughs> そう。久保2世と、ねもう普通。普通に生きてたでもな、僕の方が早,早く死にそうですね、久保さんね。僕の方が早く死にそうだな、どうなんだろうな。 まああの、爆発が全てです。本当に。爆発が。あの、爆発踏んでないと、まあ今回のテーマは NHK の話にしましょうか。あの、イリュージョン3の伝説の、イリュージョン3の伝説のね、あのー、話をしましょうか。で、僕がイリュージョン3で久保さんから勉強してすぐアウトプットした結果もちょっとシェアするんですけど、まあ久保さんとはね、イリュージョン1、イリュージョン2、イリュージ,ュージョン3、イリュージョン えー、熱海合宿、そして億万長者合宿ですかね。湯河原。そう。で、そのイリュージョン3、岡山でやったやつかな。イリュージョン3つなのんですけど。で、その時に久保さんが NHK の話をしてて、めっちゃやっぱ、こう久保さんやっぱすげえなと思って。で、その後、僕、あの NHK のね、ピンポン来たんですよね。で、ピンポン来て、で、僕、あの朝起きたばっかで、はい、みたいな。まあ、頭回ってないんですよ。で、あの、 で、出たら、NHK です、みたいな。テレビありますかみたいな。あすみません、テレビないですね、みたいな。すあの、スマホとかでテレビ見てますいや、すみません、テレビ見てないです、みたいな。あ、すいませんでした、みたいな。いや、ほんとテレビなくて <laughs>。で、テレビないっす、みたいな。言ったんですよね。で、もうの、しょぼーんって帰ってきたわけですよ。で、その時、あっと思い出して。思い出して、うわぁ、やっちゃったよ、みたいな。マジか、みたいな。お茶一杯出しとけばよかったな、みたいな。どうぞどうぞ、みたいな。 で、その動画を撮ったんですよ。で、その動画が、今ちょっと調べていいですか、NHK。その動画が、その動画がね、あの、1万回ぐらい回ってるんですよ。 NHK の受信対応みたいな感じで1万回回してるんですね。他にも NHK の動画3000回3000回とか回ってるやつあるんですけど、この NHK 受信料の対応方法みたいなのが撮ったんですよ。で、これ1万回回ってて、で、この時かな、ちょうどこの2016年か。で、この2016年に、まあ、この動画撮って、まあまあ、後からこう回り始めたんですけど、 で、ドリームアカデミアを年末ぐらいに売っ,て売ったときに、なんと、そのね、入った人からお問い合わせいただいたんですけど、吉谷さんのこの、最近 NHK の動画を見まして、稼いでる人は考え方が違うなと思って、面白いなと思ってドリアが入りますみたいな。<laughs> <laughs> まあ、つまり NHK の受信対応方法っていう動画を見てドリアが入るっていうね、僕の塾が入るっていうね。あざーす これは久保さんのね、イリュージョン3を聞いてたおかげですね <laughs>。売り上げになりましたね。うん。だからなんだろうな。あの、NHK の訪問に対して、そういう対応の仕方ができる、できないって、ほんと爆発だと思うんですよね。もう、もう本当にぶち抜いたほどやった結果、そういう視点で見れるって話ですよね。多分ね、本当にそれはね、爆発踏んでないと、多分 NHK の集金だったりとか、 DM で来来るるるじゃないででですすか僕もインスタやってるんで来るんですよで前その DM で来てねでまあこういう風に集客した方がいいんじゃないですかみたいな話してやり取りしたんですけどすごくなんかねありがとうございますみたいになりましたからね <laughs> そのネットワーク系とかねそあと、まあ、そのツール系ですよね売ってる人って、まあ、インスタでもめっちゃ集客して友達申請し,してすぐこんなコミュニティやってますみたいな感じで売り込み来るんですけども。 まあ、これ、メッセージ、こういうふうにコピー変えた方がいいっすよとか、あの、うまくいってますみたいな。まあ、僕は、まあ、自由にやってるんですけど、売れてますこのやり方でみたいな。まあ、聞きますもんね。すぐ友達人生でして、すぐ売り込みして、これで売れてますみたいな。このやり方で売れてますこういうふうにやった方がいいですよみたいなアドバイスするんですよ。そしたらファンになりますね。ありがとうございますみたいな <laughs>。この人何やってる人だろうみたいな。 <laughs> でまあ、この前なんだ、女性の方で FX のコミュニティィに勧誘して、まあ、そのインセンティブとかも聞いたんですけど35万を売ると9万円ぐらい入ってくるらしいんですよ、でそれで半年ぐらいかい1年ぐらいやって3人ぐらいしか売れてないですね、つまり30万ぐらい。 で、そのに何、何百人にも DM 送って、その確率って言ってて、うん、やり方変えたほうがいい <laughs> っていう、なんかいろいろね、アドバイスしたんですけど、うん、まあ、普通に考えても、なんかあれじゃないですか、普通に考えてもおかしい話なんですよ。だから渋谷のね、なんか街、渋谷であね、こう歩いてて、結婚してくださいみたいな。無理でしょ。だから無理なことをやってるんですよ。 だかこれなんかネットで、ね、会ったことがないから、とりあえずコピペして、ひな形分を送りまくるっていう。でもやってる行為って、渋谷のスクランブル交差点で結婚しましょうって言ってるんですよ。絶対それ、確率的に無理じゃないですか。まあ、10万人ぐらい声かけたら、まあ、奇跡的に1人いるか分かんないですよ。でも、ね、いきなり見,見知らぬ人に声かけられて、結婚しましょうって言われて、まあ、商品買ってくださいみたいな、結婚してくださいみたいに言われて、 いいですっていう女性いると思いますこう考えてほしいですね。これ本当にこれやってる人にやってる人にちょっと本当に考えてほしい渋谷のスクランブル交差点でめっちゃ人歩いてますで女性にいきなりね見知らぬ女性あのね何もな関係性がないのにめっちゃ美人っすね結婚してくださいみたいなはみたいな話ですよねもうしかとですよねだ結婚してください結婚してください ストーカーです、この人、やばいですって、警察ですよね、もはや。っていうことをやってるんでしょなんかいきなり友達になって、関係性がないのに、なんかそのメッセージのやり取り一通もないのに、いきなりその友達申請来て、いきなり売り込みが来るっていう。これ、確率的にめっちゃ無理やん、みたいなね。低すぎだろ、そんなやり方、みたいな <laughs>。なんであれやっちゃうんですかね 普通に考えたら無理だ。でもね、でも、これ数の理論があるので、その何百人もやってるとやっぱ決まる人もまあいるっちゃいるんですよね <laughs>。いや、でもね、それはね、費用対効果は悪すぎるので、やめた方がいいですね。本当に。うん。でもまあ、それ、それは、なんだろうな。うーん。だ場数が全てなんだけど、違うやり方を場数踏んでも、まあ,あ、確率は低いっていうのもあるので、 ま正しいやり方をバカず踏むっていうのが一番いいと思います。ってか、それをやるってことですね。正しいことを、正しいっていうか、まあ、原理原則ですよね。どうやって人と人は信頼関係が作るのか、作れるのかっていう、その、法則はあるわけ、あの原理原則はあるわけじゃないですか。先ほど言った通り、 いきなりその渋谷のスクランブル交差点で声をかけて結婚できる確率っていうのはな少ないしそこうーん人間がラポールを築く信頼関係を構築する上でこのやり取りが必要っていうのはあるじゃないですかもちろんスピード婚とかもありますけども、まあ、そうは言っても何も会話せずにいきなり結婚とかありえますかって話でけ何も会話してない一日もデートもしてないのに結婚とかまずないでしょ なくないですか原理原則があるとそこにあるとするならば、ちゃんと会話をして、コミュニケーションをとって、あ、この人、こういうとこいいとこがあるんだなっていうところで、信頼構築して、そして、ゴールじゃないですか。これはもう、揺るぎない原理原則だと思うんですね。いや、吉谷さん、僕は違います。あのいきなり声かけられたらいきなり結婚できますみたいなね。<laughs> マジでみたいな。誰でもいいなみたいな。<laughs> うーん、なんか、うーん。 正しく勉強して正しくやればいいんじゃないかなと。バカず踏めば、うん。でも間違ったものをバカず踏んだらあのうまくいかないので、正しいことをしっかりとあの原理原則っていうのはありますので、それを勉強してしっかりやればいいんじゃないかなというところですね。いってらっしゃい。